4月の消費者物価総合指数は前年比プラス 3.5% となりました。生鮮食品を除いた指数は前年比プラス 3.4% です。いずれも12月のピークより政府による電気・ガス価格激変緩和対策によって低下していたのですが、再び上昇に転じました。生鮮食品とエネルギーを除いた場合はプラス 4.1% と前月を上回る高い伸びとなりました。物価の上昇は未だ悪化しつつあり、また4月の賃上げが商品価格に反映されてくるので、今後のさらなる悪化も予想されます。日本銀行発表の4月の企業物価指数のうち、非常に高い上昇が続いていた輸入物価指数は昨年10月以降大きく減速し、4月にはついにマイナス 2.9% となりました。これを反映し、国内の企業間取引の物価の上昇も減速し、前年比プラス 5.8% でした。消費者物価指数とは異なり、やや明るい兆しが見えてきています。ただし昨今円安基調となっており、それが輸入物価を押し上げてしまう可能性があります。総務省が発表した労働力調査によると、4月の就業者数は6744万人で、前月から13万人増加しました。雇用者数は6064万人プラス13万人です。雇用環境はおおむね良好と言えそうです。4月の正規雇用の数は前月からプラス31万人の3634万人でした。非正規雇用は前月から20万人減って2093万人でした。非正規雇用から正規雇用に置き換わる動きが出ているようです。失業率は 2.6% で、うち男性は 2.7%、 女性は 2.4% でした。男女ともに3ヶ月ぶりに改善しました。3月の有効求人倍率は 1.32 倍でした。下のグラフは求人者数と求職者数の前月比を示したもので、求人者数は前月から 0.7% 減少し、求職者数は 0.6% 減少しました。求人・求職がおおむね同率の減少となったことから、求人倍率は横ばいとなりました。厚生労働省発表の毎月勤労統計によると、3月の従業員5人以上の企業の現金給与総額は前年同月比プラス 1.3% となりました。そのうち、残業代などを示す所定外給与はプラス 1.2%、ボーナスなど特別に支払われた給与がプラス 11.6% でした。物価の上昇分も考慮した実質賃金は、消費者物価が 4% も上昇していることを反映し、前年比 2.3% 減少しました。給与の伸びが物価の上昇についていけていない状態が続いています。個人の消費の動向を総務省統計局発表の家計調査で見てみると、3月は前月から 0.8 ポイント低下し、100.3 ポイントとなりました。自動車や高額で購入頻度が小さい住居を除いた消費支出も前月からわずかに低下し、マイナス 0.3 ポイントの102ポイントでした。品目別に見てみると、比較的好調だったのが交通・通信で、自動車の購入が進んだことから、3月は前月より 9.1 ポイントの上昇の 115.6 ポイントでした。光熱・水道は5ポイントの低下の107ポイントとなりましたが、これは外出の機会が増加したこと、光熱費の高騰により節約志向が高まったこと、気温が比較的高かったことなどによるものと考えられます。教養・娯楽は外出の機会が増えたことを反映して 2.3 ポイント増加の 116.2 ポイントとなりました。
同じ理由で被服・履物も比較的よく3ポイント上昇し 102.8 ポイントでした。家具・家事用品は平年より気温が高くエアコンの売れ行きが悪かったことなどから 1.8 ポイント低下し 88.1 ポイントとなりました。国土交通省が発表した4月の新設住宅着工戸数は前年同期比マイナス 11.8% と比較的大きな落ち込みとなり 67,250 戸でした。内訳を見ると持ち家が 11.6% 減少しており、これは26ヶ月連続の減少です。分譲住宅も 21.8% 減で、そのうちマンションは 43% 減と大きく減少しました。財務省の法人企業統計によると1月から3月の金融・保険業を除く全産業の売上高は366兆円で、前の四半期に比べて増加しました。次に述べるように、非製造業での業績回復が全体の売上高を押し上げました。経常利益を見ると、非製造業は経済活動の正常化により好調だったことがわかります。一方で製造業は、国外経済の減速や物価上昇の商品価格への転嫁の遅れなどを背景に低調でした。設備投資は1から2月は前年同期より 10.8% 多い 13.2 兆円でした。うち製造業は 11.2% 多い 4.6 兆円、非製造業は 10.6% 多い 8.6 兆円で、経済の回復に一歩遅れる形で設備投資は緩やかながらも増加しています。経済産業省発表の鉱工業指数によると4月の生産指数は前月より 0.4 ポイント低下し 95.5 ポイントとなりました。出荷指数も前月より 0.4 ポイントの低下の93ポイントでした。市場の予想に反しての低下でした。2月3月と供給制約が緩和された自動車工業の好調により上向いていましたが、早くもピークアウトしたかのようにも見えます。経済産業省は前月に緩やかな持ち直しの動きが見られるに情報修正した基調判断を据え置きました。内閣府発表の機械受注統計によれば、3月の船舶・電力を除く民需は前月比マイナス 3.9% でした。2ヶ月連続の減少です。製造業での受注は2月に大型案件があって増加した反動もあって減少しました。非製造業も減少しており、こちらは2ヶ月連続の低下です。この結果を受け、内閣府は基調判断を足踏みが見られるに据え置きました。経済産業省が発表している第三次産業活動指数を見ると、3月は1月から 1.7 ポイント低下し、100ポイントとなりました。2月は新型コロナウイルス感染症の影響が緩和された個人向けサービスが非常に好調でしたが、3月は 0.7 ポイント低下し 102.1 ポイントで、早くもピークアウトした感があります。事業所向けサービスは 1.7 ポイント低い 98.4 ポイントで、およそ2年ぶりの低い水準となりました。経済産業省は基調判断を総じてみれば持ち直し傾向にあるに据え置きました。財務省発表の貿易統計によると、輸出は引き続き自動車の輸出が好調で、前年比で 2.5% 増加しました。輸入金額については、日本の景気が底堅いことなどから前月からほぼ横ばいとなりました。これらの結果、貿易赤字は緩やかな縮小傾向となっています。このグラフは輸出を相手国別に見た季節調整していない金額の前年同月比の推移です。アメリカ向けは自動車の部品やコンピューター関連の部品が堅調でした。
ヨーロッパ向けは自動車や自動車関連部品が大きく伸びました。一方で景気が低迷している中国向けは低調でした。内閣府が各種の経済指標をもとにして作成する景気動向指数によれば、3月の景気の現状判断である一致指数は2月から 0.1 ポイント上昇し、98.8 ポイントとなりました。わずかな改善となりましたが、数ヶ月先の景気の状況を示す先行指数を見ると、前月からマイナス 0.5 ポイントの 97.7 ポイントで、先行きの不透明感が強まっていることが示されました。内閣府は基調判断を足踏みを示しているに据え置きました。内閣府による景気に関するアンケート景気ウォッチャー調査によれば、4月の現状判断 DI は3月より 1.3 ポイント改善し 54.6 ポイントでした。3ヶ月連続の改善です。これを受け内閣府は基調判断を景気は持ち直しているに据え置きました。家計関連と企業関連に分けて見てみると、家計関連が 1.2 ポイント改善の 54.9 ポイントでした。企業関連も 2.1 ポイント改善し 53.2 ポイントとなり、景況感の分かれ目の50を2ヶ月連続で上回りました。コロナ感染症の影響を受けていたサービス関連の改善が続いており、前月からプラス 1.2 ポイントの 59.1 ポイントでした。全国旅行支援策に後押しされた旅行需要が高まったことや、インバウンド客が急増したことが寄与しました。小売関連もインバウンド消費の急回復を背景に 1.9% 改善し 53.2 ポイントとなりました。